はい、こんにちは。事業専門の税理士、川南です。本日の動画は、どうしてもわからない仕入れ税額控除について、ここのポイントだけをね、動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は、TikTok、インスタ、Twitter、Voicy 始めてますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。概要欄の URL から飛べるようになっております。また、本も出版しておりまして、自営業フリーランス向けのこちらの本と、また、年明け1月20日にインボイス制度の本も出版することになりましたので、そちらの方 Amazon 予約スタートしてますので、合わせて URL から飛べるようになってますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは本日の動画、早速いってみましょう。はい、それでは本日の内容です。今回インボイス制度スタートするということで、どうしても仕入れ税額控除が分かりませんという方向けに、この仕入れ税額控除というポイントだけを切り取って解説していきたいと思います。今回邪道解説シリーズということでですね、少しいつものね解説動画と違って、さらにね分かりやすさを優先して解説しようと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そしてこのシリーズが続くのかどうかはちょっと反響次第ということになりますので、してほしいよという方はコメントいただけると嬉しいです。はい、本日の内容です。とにかく仕入れ税額控除を分かりやすく解説をします。仕入れ税額控除だけになりますので、インボイス制度自体のトータルの流れというのは他の動画で必ず確認をするようにお願いします。そして今回の動画はどうしても分かりませんという方向けということをご了承ください。ですので、とにかくシンプルに解説をします。今回はこの仕入れ税額控除が分かったって思ってもらえるのが最優先の説明になりますので、この動画を見て、あ、なるほど、仕入れ税額控除ってこういうことねって分かってから、他の動画を見たり記事を読んだり国税庁のホームページの方を確認すると分かりやすいと思います。そして注意点です。正しい解説がいいっていう人は見ないようにお願いをします。では本日の内容、何を話すかというと、仕入れ税額控除について話して、そして取引が減少する、仕事がなくなる可能性があると騒がれている理由、それってどうしてそうなるのか、この2つについてのみ分かりやすく解説をする動画になります。はい、そして再度注意点を入れます。正しい解説希望の方は見ないようにお願いします。例えばですね、消費税を預かるという表現が良くないとか、消費税が益税だという表現が良くない、また消費税はそもそも間接税だ直接だとかいう問題、判例はこうだなどなど、正しい情報をね希望の方は国税庁のホームページが一番正しく綺麗に解説をしておりますので、そちらの方をぜひ参考にしてみてください。動画の狙いとしてはですね、その学説や判例がどうだというよりも、リアルに困る自営業フリーランスの方向けに出す動画になりますので、そこだけご了承ください。インボイス制度が導入される予定なんですけども、そのインボイス制度にね知識がないと、または事前に知っておかないと対応ができない、困る方が続出するよねっていう方で出す動画になりますので、ご理解の方よろしくお願いします。はい、それではですね、おそらくね正しい解説が好きな方はいなくなったんではないかという前提でお話をさせていただきたいと思います。インボイス制度について簡単に振り返りますと、税務署に申請と登録をすると13桁の番号がもらえるんですね。この13桁の番号が記載されていない請求書というのは、要件を満たしたインボイス、要は適格請求書としては見られないため、この消費税の仕入れ税額控除ができないよということになります。本日の動画の内容に必要なインボイス制度のところはこちらですので、こちらのね必要なとこだけ解説を入れさせていただきました。本日もね、この仕入れ税額控除わからないというのは本当にインボイス制度一部のみを解説している動画になりますので、トータルのねインボイス制度の過去動画、または他の先生の動画を確認してから見るようにぜひよろしくお願いします。そしてこちらですね、インボイス制度の過去動画ありますので、こちらの方をぜひ見てからこちらの動画の方を見てもらえると、仕入れ税額控除わからないという方はスッキリするんではないでしょうか。それではね、早速本題行きたいと思います。はい、そもそも仕入れ税額控除とは一体何なのかについて図をね持って解説していきたいと思います。あなたがねお店ビジネスをしているということで、ここのショップを立ち上げて経営をしているというふうにイメージしてください。そして1年間の売上は800万円と仮定をします。1000万円を超えていないので、この方は免税事業者ということになりますよね。でも今回インボイス制度が入るよということで、課税事業者に切り替えようと考えているという前提でお話をします。そして取引先は1社です。シンプルに一社として見ます。まあ、実際になかなかね一社だけっていう取引じゃなく、他にも取引先がね何社かあったりするパターンの方の方が多いんですけど、今回は説明をシンプルにするために一社のみとさせていただきます。そしてその一社のみの取引金額が1年間売上が800万円。そうするとこの800万円に対する消費税というのは1年間80万円。今回消費税は 10% でここでは計算します。軽減税率の 8% の取引はないというふうに考えてください。そうすると1年間の売上800万円に対
対して消費税が80万円ということになります。じゃあこの1年間800万円の売上を作るためにこのお店、あなたのお店は仕入れをしていましたと、商品を仕入れてこちらのところに売るっていう商売、まあビジネスの方法だとします。そうするとこの仕入れ先からは1年間の仕入れを300万円かかってたと。そうするとここのお店に払う消費税というのはこちらも軽減税率 8% はなしで 10% と仮定してください。 10% 分ということで30万円を支払うことになります。ですのでお店には330万円を支払って商品を仕入れるという流れになるはずです。では今回のこの仕入れ税額控除ができないっていうのはどういうことなのか、今のね前提を踏まえて解説をしたいと思います。消費税というのはそもそもどうやって計算をするかと言いますと、こちら一社である取引の会社から預かった、要はもらった消費税から実際に自分のお店が仕入れをしたりして支払った消費税が出てくるんですね。それがここの図でいう30万円になります。もらった消費税から実際に自分が支払った消費税を引いて消費税額を税務署に納めるという計算ルールが基本の計算方法です。この消費税の計算方法ね、実は2種類あるんですけど、その2種類の計算方法については他の動画でしっかりと解説してますので、今回はこの原則の基本の計算方法で解説をします。ですので今回のこのケースだと80万円から30万円を引いたこのお店、ご自分は消費税をいくら納税するかというと50万円を納税するということになります。ここまで大丈夫でしょうか。皆さんしっかりとねついてきているという過程で次進みますよ。80万円から30万円引いた50万円をこの方は納税をする。じゃあこの仕入れ先のところの方は免税事業者で行くと言ったとしますね。でインボイス制度が入ると免税事業者の方には13桁の登録番号がない状態になります。どうしてこの13桁の登録番号がないかというと、インボイス制度に参加しますよという申請登録を税務署にしてないから13桁の番号がもらえないということになります。そうすると請求書、領収書、納品等に番号が記載がないということで、免税事業者の方はこの番号が記載ができないということになります。そうするとじゃあどういったことが起こるかというと、これが仕入れ税額控除ができなくなりますよということなんです。計算式で実際に解説をすると分かりやすいと思います。今までだったらこちらですね、取引先から預かった消費税80万円から本来でしたら30万円仕入れ税額控除、要は払った分、自分のお店が実際に消費税として相手先に払った分を引いて消費税を計算できたんですけども、番号がないということでこちら仕入れ税額控除、要は引き算、差し引くことができなくなるっていうのがこのインボイス制度がスタートすると大きく変わるわけです。この仕入れ税額控除ができないというのがどういうことかと言いますと、今まででしたら80万円から実際支払った消費税30万円を引けたところ、番号がないため仕入れ税額控除ができない、要は引き算ができませんよ。じゃああなたのお店の消費税額はどうなるんですか。一体となると80万円から差し引きするものがなくなってしまう、ゼロになります。そうするとあなたのお店の消費税額は80万円を税務署に支払うという計算になってしまいます。こうなると皆さんどっちがお得かってお分かりですよね。今までだったら50万円の消費税の負担でよかったところ、今後は80万円消費税を負担しなければいけないということになるわけです。そうすると皆さん、自分がお店をしていてビジネスをしていてどう思いますか。この80万円仕方ないかなって思うのか、いやいや本来だったら50万円でうちはいいところ、80万円を消費税として納めないといけなくなるのは困ると思う方がほとんどだと思います。要は消費税の負担金額が上がるということになります。これは非常にビジネスをしていく上で痛いですよね。そうするとどうなるかと言いますと、こちらの相手先に免税事業者ではなく課税事業者になってもらえませんか。要は番号のある請求書、領収書を出してほしいという気持ちになるはずです。では次のスライドでこの前提を踏まえて、仕事が減る、取引先が減ると言われているのはどうしてかということについて解説をしていきたいと思います。はい、仕事が減るのはどうしてかということでですね、さっきと同じ前提になります。ここにあなたのお店があって、1年間の売上が800万、取引先がいて仕入れ先と、そしてこの仕入れ先がですね、番号なし免税事業者、要は領収書に13桁の番号がない状態になります。そうすると前回のところで紹介したように、消費税額が80万円から今まで30万円引いていた分が仕入れ税額控除ができない、引き算ができなくて私のお店は80万円の消費税を払うことになるとなった場合、
場合ですよ、皆さんやはりねどういったことを考えるかと言いますとね、ここのね1番の方、番号なしの方に番号の載った記載した請求書領収書を出してもらえませんか、要は免税事業者から課税事業者に変わってもらえませんかという思いが起こるはずです。そしてもうワンパターンなんですけど、これが仕事が減るという大きな要因になります。例えば今まで取引していた1番の方と同じ商品を同じ値段で仕入れができるというねお店をしてらっしゃる方が他にいたとします。このお店は課税事業者でしたと、番号あります、うちは番号を記載した請求書領収書を出せますよ、そして同じ値段で同じ商品を仕入れるとしたら、あなたがもしねお店の経営者としてこっちの立場を見たらどっちのお店を選ぶと思いますか？そうですよね、自然とどうしても番号があって課税事業者の方から仕入れようかなという風な発想になるかと思います。こちらの2番の番号割の課税事業者から仕入れると、今まで通り消費税額が80万円から30万円を引くことができて、消費税額は50万円支払うということになるわけです。これがインボイス制度がスタートすると仕事が減るんじゃないか、もしくは取引先が変更されるのではないかというふうに言われている原因要因を簡単に説明するとこういうことなんです。ではこの話を踏まえた上でちょっとねイメージしてほしいことがあるんですけど、例えばじゃあ自分のお店は1000万円を売上超えてないから免税事業者のままで行きたいというふうになった場合に、要はこっちのポジションに移るというイメージで次のスライドを見ていただけると分かりやすいと思います。はい、もしね自分があなたのお店が免税事業者のままだとどうなるか、要は免税事業者のままだと番号はなしになります。こちらの一つだけの取引先に出す領収書請求書には13桁の番号が記載できないということになりますね。そうするとですね、自分が免税事業者のままだと今までのね取引先仕入れ先の方が、たとえ免税事業者で番号なしでも自分には関係がないことなので、それでいいよねお互いでまとまるわけです。ですが自分のこちらですね、取引先のことを考えてイメージしていただけると話は変わってきます。例えばこの会社の方がですね、他のね取引先があって、もちろんそうですよね、この会社もビジネスをしてますので他の取引先があって売上が入ってきます。その売上に対する消費税が150万円だったと仮定します。すると今までねあなたのお店には800万円売上があって80万円の消費税をね払ってました。で今まで通りでしたら150万円の消費税から仕入れ税額控除分、この80万円を差し引いた70万円をこのね会社の方はね消費税を納めればよかったっていう話ですよね。でも自分のお店、あなたのお店が免税のまま行こうっていうふうな判断をした時どうなるかと言いますと、こちらの取引先というのは150万円からこの80万円の消費税を払っているんですけども、仕入れ税額控除、要は引き算することができないので消費税の金額負担は150万円になるわけです。ではどうなるかと言いますと、こちらの会社も先ほどご自分が考えたことと同じことを考えるわけですよね。同じ商品を同じ値段で売ってくれて課税事業者、要は登録番号のあるお店があったらそっちにしようかなと考えられるわけです。そうすると先ほどと同じく取引の減少や、もしくはね今までお付き合いがあった会社とはいえ全く同じ商品で同じ値段で売っているっていう風になってしまうと、やはりこちらの会社さんは課税事業者の人と取引をしたいなっていう風に考えてしまいます。これが同じく先ほどスライドで言ったように、今度はね自分の我が身において置き換えてみると、取引が減少する可能性がありますよ、またはね取引先を変更されてしまう可能性があるということになってしまいます。またもう一つ考えられるポイントとしては、では消費税分の値引きをお願いします、そういう風な交渉が入る可能性も高いです。これは絶対ではありません。そしてまたもう一つのポイントとしては、すいませんけども免税事業者ではなく課税事業者になってもらえませんかねというような指示が入る可能性が高い、そのように予測ができるんではないでしょうか。というわけで自分が免税事業者のままだとこうなるよっていうお話をさせていただきました。そしてもう一つ前のスライドでは、自分が取引している仕入れ先が免税事業者のままだとこのようなことが困るよというポイントを話しました。こういうわけでね3つのスライドを使ってちょっとね立場のポジションを変えて仕入れ税額控除について説明をさせていただきました。もしね分かりやすかったとかね、なるほどそういう意味だったのねっていうふうに分かったっていう方はぜひねコメントでね残していただけると非常に反応が分かるので助かります。はい、そして今回のスライドを使ってね動画で伝えたかったことは、インボイス制度というのは全員に関係がある制度になります。ですので事前に知識を得ておきましょうということが非常に言いたいです。そして分からないとやはり対策不可ですよね。この制度がどういうものなのか、また仕入れ税額控除ができないというのはどういうことなのか分からないとどうしていいのか対策もできませんし、取引先との交渉や話し合いの場の土台に乗ることができないんです。ですので情報と知
識で自分の身を守るということが大切だよねということで、分かりやすさを優先したちょっと邪道解説というシリーズをね作ってみました。もしねこれ見てね私立英語工場分からなかったけどなるほどと思った方いましたら、ぜひねコメントいただけると嬉しいです。そして今回の動画なんですが、冒頭でもね解説したように、分かりやすい、分かるを優先して解説して基礎を理解する動画になってます。こちらの動画を見てから他の書籍や他の先生の動画、また記事などを読むと分かりやすくなるのではないでしょうか。もし他にインボイス制度についてここが分からないんだよねみたいなことがありましたらね、コメントしていただけて、そのコメント数が多ければまたねこの短いここだけポイントシリーズみたいな感じで解説することがあるかもしれませんので、ぜひコメントの方よろしくお願いします。それでは本日の内容は以上になります。私はオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあります。1つ目、メリットがオンライン上に税理士を雇うということでね、質問相談をオンライン上でいつでもすることができます。これは Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目のメリットはサロンズームを定期的に開催しています。ズームで直接私に相談や質問をすることができますし、また100名以上の起業しているメンバーさんと情報交換の場としてとても好評です。そして3つ目のメリットです。税理士の裏側を公開しています。新しい税金や経理の情報、また YouTube や TikTok、ボイシーの撮影の裏舞台などなど、あとね本の出版の裏舞台などもオンラインサロンのみだけに情報を投げてますので、こちら私のね税理士の裏側を知りたいという方はぜひオンラインサロンの方をご検討ください。オンラインサロンについて詳細は URL から飛び色になってますので、そちらの方をご確認ください。参考の方お待ちしております。はい、そして私は2冊目の本、インボイス制度の本を年明けに1月20日発売で、今 Amazon で予約スタートしてます。インボイス Q&A ブックという本を出しますので、ぜひそちらの方よろしくお願いします。またすでにね出てる1冊目、自営業フリーランス向けに必要なことが1冊にギュッとまとまった本もまだまだ好調で、今3回目のね重版かかってますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。そして YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネル見てる8割以上の方がまだ未登録になっておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をしてください。またいいねやコメントいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。最後までねいつも見ていただいてる方ありがとうございます。来年はねインボイス制度が10月からスタートするという予定ですので、あといろんな軽減のね負担軽減のニュース出てきてますので、おそらく多少ねインボイス制度について制度がね変わってくると思いますので、またね確定次第そのあたりの動画も出したいなと思ってますし、インボイス制度全員に関わってくる制度になりますので、しっかりと学んでおきましょう。事前対策をするためには自分の知識をつけるとしか方法がないので、皆さんしっかりと押さえておきましょう。こうやってねあのね税理士がねインボイス制度の動画出すと、インボイス制度に賛成なんですかとか反対じゃないんですかっていうのはねコメントたまに来るんですけど、そういうねあの反対かどうかというように皆さんがね事前に知ってもらいたいということで、このようにね動画を作っていますので、今回この分かりやすいというのを優先した動画を作成してみました。もしこのシリーズが好評でしたら、またね続けてみようかな、もしくは別バージョン作ってみようかなとかね、別の解説ここだけっていう紹介をしようかなというふうに考えてますので、ぜひ反応があると嬉しいです。それでは本日も最後まで見ていただきありがとうございました。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。Bye.